様、お疲れ様です。パーソナリティのさくらです。今回は、西洋人は、なぜ、渓谷のことを無視するのか、について取り上げていきます。ためになったと思った人は、チャンネル登録していただけると幸せです。渓谷のネット掲示板で、西洋人は、どうして、こんなにも、渓谷のことを無視するのか、について話題になっていましたので、紹介いたします。まずは、スレ主の投稿を見ていきましょう。オックスフォード、ロングマン、コリンズなど、世界的に有名な英語辞典、英英辞典で、極東アジアを意味する形容詞、オリエンタルの意味を検索すると、チャイナとジャパンだけを強調しているのです。オックスフォードでオリエンタルを検索すると、世界の東部、特に中国と日本と、そこに住む人々に関わること、または固有のものと出てくるんですけど、ロングマンやコリンズのようなビッグスリーの英英辞典も、結果は大して変わりません。だから、西洋では東洋人を見ると、ニーハオかこんにちはなんですね。この投稿に対して、渓谷ネットユーザーから、様々なコメントが寄せられていましたので、一部紹介いたします。西洋人から見てアジアといえば、日本と中国、そして残りという感じなだけです。日本と中国は、何百年も前から、外交施設を交換していたのに、比較になるわけがない。情報員や記者たちは、渓谷についての情報を得るために日本で活動しています。だから、見解の内容がフィルタリングなしにそのまま伝わるのです。ですので、一時、渓谷といえば、醜い国のイメージが付きまとっていたのです。中国はもちろん、日本のとてつもなく大きい国だから、あの二国の間に挟まれたら存在感を出しにくいですよ。オリエンタリズムは、19世紀頃の思想で、その頃の渓谷はあまり知られていなかった。韓流は、特に、1980年代以降の世界化の結果として注目を浴びたとされる、代表的な事例です。なので、帝国主義時代の産物である、オリエンタリズムとは関係がありません。渓谷を無視するというより、中国と日本の存在感があまりにも大きすぎる。中国は国土が大きくて歴史も古いし、日本は一時期 GDP2 位だった国ですからね。世界で幅を利かすには対外遠征に出るべきだったのに、韓半島にはできなかったことが大きいと思う。防衛戦をうまくやったとしても、防衛戦は遠征に比べるとインパクトが非常に弱いです。2021年現在 BTS が世界旋風を巻き起こしたことにより、渓谷の方が日本より今や世界的な存在感は明らかに上だ。西洋の話になるとイギリス、フランス、ドイツがまず出てきますよね。オランダやスイスが後回しになるのと似た話なだけですよ。続いて日本人の声もいくつか紹介いたします。日本と中国が隣にあったからこそ、渓谷はここまでに成長できたんだけど、あの国は、それを屈辱として消したいので、その事実を、絶対若い世代に教えない。素直に喜びなさいよ。中国の属国扱いだから、チャイナが出てくれば、その一部に入っています。全然無視されてないと思いますよ。独立するまで中国でした。朝鮮の独立を認めさせるために日本は立ち上がり、日清戦争で勝利し、500年ぶりに独立国となったのです。しかし、そんな国がまともな国際感覚を持ち合わせるわけもなく、あちこちの嘘ばかりつき、挙句の果てにはロシアの属国になろうとしたので、慌てて併合して日本になりました。太平洋戦争後に、やっと、渓谷と北朝鮮という国が誕生したのです。そんな国のことを世界が知ってるわけがない。ちゃんとした歴史教育を受けないと、このように国交の歴史や時代背景を考えることができなくなってしまう。
渓谷では幼少の時から子供に徹底した詰め込み教育を施しているのに、一体何を詰め込んでいるのか甚だ不思議だ。正確な知識が正確な判断を生む。渓谷人の判断がなぜ知識に基づかないのかを物語る事例かもしれないね。オリエントで区分けるなら、タイやインドが抜けてる方がよほど疑問だわ。歴史と伝統に裏付けされた異国情緒こそ語彙にふさわしいもの。メンツを気にするお隣としては、日本より上に見られたくて仕方がないと思いますが、これについては国として積み上げてきた歴史が違いすぎますからね。また、他の国にはない独自の文化が少ないのも原因でしょうね。中国もお茶の文化が西洋で流行ったり、陶磁器が盛んに輸入されたりしているし、日本は浮世絵や日本刀など中国とはまた違った文化が存在していました。渓谷人はよく日本人をガラパゴスなどと馬鹿にするけど、アニメやアイドルなど日本でしか見られない文化があり、外国人は珍しがって興味を持ったのです。お隣は世界に自分たちの文化はすごいと積極的に売り込むのは得意ですけど、やはり独自の文化、技術などは少ないから当然の結果なんでしょうね。それでは最後に、中国メディアジンリーとウティアオも西洋はどうして日本と中国を重視して渓谷を軽視しているのかと題した記事を掲載していましたので、そちらも紹介していきます。記事は、重大な国際会議フォーラムにおいて西洋がアジアについて語る際、往々にして日本と中国のみが提起されている、まるで日本と中国がアジアのすべてを代表しているかのように考え、渓谷やインドなどの国を無視して相手にしていない、これは一体なぜなのだろうかと疑問を提起していました。その上で、日本は近代以降西洋に対して深く印象を植え付けてきた。日露戦争から日清戦争、第一次第二次世界大戦に至るまで歴史を語る際に日本に触れないわけにはいかない。そして日本の科学技術は現代の世界に大きな影響を与えているほか、多くの日本企業が欧米諸国に進出している。さらにアニメなどの文化が西洋で流行していることも要素の一つであると分析していました。また、中国についても、欧米との政治的、経済的つながりは多くの人が理解している。中国は多くの西洋諸国にとって最大の貿易パートナーである。世界第2位の軍事大国であり、国連における影響力も並々ならぬものがある。中国製品も世界の隅々にまで浸透し、欧米に移住する大量の中国人によって中国文化が現地に根付いていると解説していました。その一方で、西洋諸国から見て渓谷の存在感が薄い状況について、エンタメ産業の発展により世界各国での認知度は高まっているものの、残念なことに大多数の欧米人は渓谷の影響を受けておらず、サムスンや LG が韓国の企業だということを知らなかったりさえするのだ。また、西洋人が渓谷人を中国人や日本人と間違えた際、誤りを指摘されてもさして気にかけない。彼らは、それが渓谷人に対する非礼な行為であり、リスペクトに欠けているということを意識していないのだと伝えていました。インドがそんな無視されているとは感じませんけどね。世界史に名声も文化的な影響も残しているし、人口が多く大消費地としても西洋からの関心は高いような気がします。渓谷はこれといったものが少ないのもありますが、承認欲求が強すぎるのも裏目に出ているのかもしれませんね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。
また、次回の動画でお会いしましょう。